じゃあ、今ので覚えたんで、今度は今蹴り出したのを実際には、蹴り出す方向が打ちたいところ、打ちたいところまでこの動くために蹴り出すんで、これをちょっと練習するのにラインテープ使います。これラインテープ踏んだら危ないんで、ラインテープの横でいいんだけど、ここまで蹴った足で前足を飛んじゃってください。ちょっと一回どれぐらいか、沈む、蹴る、そう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 、 OK、 グッ、 OK、 うん、上手やな、しっかりお尻に乗せて、 OK、 うん、 OK、 バッチリ、 OK、 ローテーション蹴り出す、ローテーション蹴り出す、 OK、 ローテーション蹴り出す、 OK、 じゃあ最大に行こうか。今のでどれぐらいのバランス崩さないでできる最大の、踏み込み一発で、ほっ、おお、かなりいけるね。 OK、 もう一回、 OK、OK、じゃあリターンの最初のここからいこうか。スプリットワンツーの時にいこうか。スプリットワンツー、そう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 、そんだけ飛べたらあかん、ツー、 OK、 ワンツー、 OK、 バッチリ、ワンツー、そう、ラスト、スプリットワンツー、 OK、 OK って言って、これがこの幅がどんどん広くなったら、実際にはこのワイドサーブに対しての1、2っていう飛びつきが大きくなって、リーチが上がるっていうことです。で、このリーチが上がると、腕の前で取れるリーチが上がるっていうことです。これこうなったらもう腕の胸の前ではないんで、この胸の前で取れるリーチを上げるためにこの足をうまく使うってことね。じゃあ実際にボール打ってみたいと思います。最初手出しでやるんで、今みたいにタイミングを自分で合わせて飛びつくんだけど、手をたくさん振らないことな。いきます、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、オッケー、はい、オッケー、スプリットワンツーだけな、スプリットワンツー、そうそう、それで合わせてな、スプリットワンツー、オッケー、ラスト、はい、オッケー、はい、頑張っていきましょう。最初ちょっと手出しだからタイミング取りにくいかもしれないけど、自分でスプリットワンツーっていう感じな、で、ほっ、うん、ちょっと早すぎたな、行くで、はい、そういう感じ、バッチリです、はい、 OK、 はい、 OK、 はい、 OK、 ラストで腕を振りすぎない、 OK、 じゃあ実際に最初にリハーサル入れる、ここの時にグッていってここの刺激を入れといてから、スプリットワンツーっていう、オッケー、一回ずつ球出しする時間をあげるんで必ず沈みます、うん、その状態、はい、いくで、ほっ、オッケー、で一回戻ってリハーサル、ほっ、オッケー、で戻ってリハーサル、はい、オッケー、いいね、はい、オッケー、いいね、はい、オッケー、ラスト、はい、OK、 はい、頑張っていきましょう。同じな、必ず1回ずつここに股関節に刺激入れといてから、はい、あ、ちょい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 、はい、1回刺激入れて、いくで、はい、 OK、 いくで、うん、最初に刺激入れるだけ、そこにグッてやっといて、いくぞ、こっからタイミング、そう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 、 OK、 バッチリです、はい、 OK、 いくで、はい、OK、 スプリットワンツー、ちょっとシャドウでいこうか、スプリットワンツー、大丈夫やな、 OK、 刺激入れた後に、刺激入れは、刺激の時は最初にこうやってグッてやって、その後起き上がって全然大丈夫か、スプリットする時、いくで、はい、そう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 、 OK、 はい、 OK、 ラスト、いい感じや、はい、 OK、 いい感じです。じゃあもうちょっと難しくします。はい、じゃあ今のサーブに近づけた球出しで、こうやって下から、うん、サーブで打たないんだけど、こういうふうにボンってやるんで、あ、ごめん、
これに対してやります。さっきよりもちょっと難易度が高いです。で、狙うのはストレートです。ストレートに狙う理由は体重をうまく使うっていうの自体が、ストレートショットを成功させる鍵なんですね。体重移動が右から左に行ってボールをストレートに飛ばすっていうのは難しいんですけど、ストレート側に体重を持っていくと、ボールをストレートに正確に打ちやすくなるんで、この練習をするときはあえてストレートにボールを狙うようにします。 OK、 ハードヒットじゃないからな。いきます。はい、はい、え、はい、 OK、 はい、OK、 はい、 OK、 ラスト、はい、 OK、 いい感じです。はい、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 ごめん、球出しが難しかった。はい、OK、 はい、OK、 ラスト2、はい、OK、 ラスト、はい、OK、 ラストもう一回ずついきます。うまくいってます。とにかく体を安定させとくことな。体がこういうふうに倒れたり、振りすぎて腕が出てこなかったりってしないで、この状態、空中で写真撮ったらもうぴったりこういう状態な。ここのとこで当たるようにします。いきます。はい、OK、 割れないよ。はい、OK、 はい、OK、はい、え、はい、オッケー、はい、オッケー、ラスト、はい、オッケー、ラスト、はい、あー、サービスです。で、足の蹴りが強くなるとあれが届くってことな。いきます。はい、ゲッ、はい、ゲッ、ゲッ、はい、オッケー、はい、オッケー、いいぞ、はい、オッケー、ラスト2、はい、届いた、ラスト、はい、オッケー。じゃあ最後、向こうから、前からだけどコーチがサーブ打ちます。はい、では次に実際のサーブにかなり近づくんですが、コーチがこっちのサービスラインぐらいのところからサーブを打ちます。同じね、このサーブに対してストレートにリターンを成功させます。 OK、 ごめん、近すぎた。 OK、 おー、惜しいね。オッケー、ラスト、はい、あー、よく届いた、バッチリ、はい、ごめん、近かった、はい、オッケー、オッケー、よ、届いてるな、はい、オッケー、はい、オッケー、コンパクトに、はい、オッケー、はい、オッケー、ラスト、はい、オッケー。じゃあ8ラスト1回いきましょう。で、今回の一番の目的は、手を振りすぎて大振りにならないことなんで、ここな、当たる場所もここなんだけど、テイクバックをするときに欲張ると、ここのときに欲張るとどうしてもこうやって大きくなるんで、これをっていってブロックリターンに近いぐらい欲張らないでコントロールしてください。いきます。はい、それぐらい、はい、オッケー、あ、かなりコンパクトやな、はい、OK、 バッチリ、はい、
ッケー、これやったらミスせえへんな。はい、オッケー、ラスト2。はい、オッケー、ラストいくで。ちょっとスピード出すんで、振らないで何としてもブロックして入れたら勝ち。はい、おー、おー、これぐらいボールのスピードを急に速めてもミスしないってことは打点と腕の位置が近いっていうことなんで、非常に重要です。いきます。はい、そう、コンパクトやで、ここのところ。うまい、はい、うん、はい、オッケーオッケーオッケー、でもだいぶ近づいてるな。はい、そう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 、完璧、ラスト2。はい、よし、カナダ勝負、スピード出すで。はい、もう一回いこうか。あれを飛びつけるだけの足と、飛びついたらミスらないだけのここの、正確性な。ラスト、はい、オッケー、まあ、当たったらオッケーやな、十分です。はい、っていうようにちょっとこれ段階的にやってるんですけど、最初は手の場所ですね、このグリップを持ってる手の場所を覚えたら、今度はそれに対して足を使うっていうのを覚えて、その足を打球方向に使ってリーチとエネルギーを出してるんですけど、でとにかく正確に当てるために、腕はこの手がずっと前にある状態でボールを打てるようになると最も当たりやすいので、これを覚えたら少しこれに実際は腕も使うんですけど、エネルギーを加えたりスピンをかけたりするのに腕を使えのを覚えたらいいと思います。ボディに来た時、体の正面にサーブが来ると、ゆっくりのサーブだったら当然フットワークして打てるので問題ないんですけど、ある程度スピードがあると動くことができないんで、こういう体の、正面に来たボールを、うまく腕が前にある状態っていうので打てないんで、あ、うまい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 こと打ってるな。スプリット避けながら、そうそうそう、